ここは確か除染室だったか。地上からの帰還時にここで除染を行うみたいです。もっとも核戦争などで外の世界が汚染されてしまっている場合ですけど。シャワーがあるのはそのためか。こっちの扉も開かねえか。マップによるとその扉の向こうはエレベーターホールに。本来はエレベーターを降りたらすぐにここへと駆け込めるようになってたんでしょうけど。ラウンジに通じてる。そっちの方はどうなんだ。さっき調べてみたがダメだった。ロックがかかってて。ゼロが私たちにディシジョンゲームをさせるために閉じ込めたんでしょうか。そう考えて間違いなさそうだな。18時10分ラウンジでの投票後、眠らされたのは13時30分ぐらいのことでした。ってことは実に4時間半近くもおねんねしてたってことになるな。俊平くん、実はずっと聞きたかったことがあるんですけど。13時半の投票の時、カルロスさんにこう言いましたよね。さあカルロス、Qチームに投票しろ。は？それがどうかしたか？どうもこうも。なんでそんなひどいこと。前の純平くんは、1年前は絶対にあんなこと。それを、お前が言うのか？どうしちゃったんですか、純平くん。会わない間に一体何が。俺もできれば知りたいな、純平のこと。なんだよカルロス、お前ひょっとしてそっちの気があるとか。安心しろ、俺は昔から妹一筋だ。色恋沙汰には疎くてな。正義のヒーローがシスコンとはね。純平くん、カルロスさんは純粋にあなたのことを心配して。正確には純平と茜の両方をだけどな。お前ら幼馴染なんだろ。しかも一年前も同じようにどこかに閉じ込められて一緒に脱出した。なのにどうして。なんで険悪な雰囲気なのかってか。だからだよ純平くん。人の死、それも目を覆いたくなるほど無残なものをたくさん見ちまって、感覚が麻痺してるのかもしれないな。一年前の事件の後、俺は通っていた大学を辞めてとある探偵事務所に入ったんだ。それはまた何か惹かれるものでもあったのか。きっかけはそこにいる茜だ。俺は消えちまった茜を見つけ出すために探偵事務所へ。規模こそ小さいが裏社会では有名なところでな。人間の臓器が平然と売り買いされてる現場に潜り込んだり、笑って飯を食っていた同僚がある日突然ビルの屋上から突き落とされたり、不倫の現場を抑えるなんて生優しい依頼は一つもなかった。この一年間汚くて危険な仕事ばかりを俺は。そのうち俺は気づいた。俺が思ってるほど人間は綺麗な存在じゃないって。俺は今まで世界の上積みだけしか見てこなかったんだ。仕事が終わるといつも決まって酒を浴びるように飲んで眠った。バスタブの中でシャワーを出しっぱなしにしてな。そうでもしないと体に染みついた血の匂いが取れなくて。だが先月ようやくだ、探偵社独自のネットワークから茜が今回の実験に参加するって情報を。それでお前はリーコムの実験に。実験計画の幹部に脅しをかけて無理やり潜り込んだのさ。
な、アカネ。サンタは？葵はどうしてる？お兄ちゃんですか？一宮のこと知ってる。脱走してなければ今も監獄の中だ。ヤシロは子供を育てながら働いて、平和に暮らしてるって聞いたな。誰にですか？あいつ、刑事のセブンにだよ。俺と一緒にフリーザソウルのアジトを壊滅させたことがあって。壊滅？なあ、その、フリーザソウルってのは？カルト教団だよ。奴らの言う新世界とやらを作るために、日夜テロ活動に勤しんでる物騒な集団だ。私とお兄ちゃんは、10年前、その組織にさらわれて。そして1年前のゲームも、その少年少女拉致事件に関係していた。それで私とお兄ちゃんはフリーザソウルの動きを追ってたんですけど、もしかして純平くんも？いや、俺は仕事中にたまたま情報を仕入れただけだ。追ってたのはセブンの方で。だが、アジトを壊滅させたのは正直やりすぎだったかもな。それが原因で教団のボスを、ブラザーを怒らせちまったのかもしれない。じゃあ今回の2番目のゼロは、そのブラザーってやつと関係が？アカネ、お前は何か知ってるんじゃないか？さっきも言いましたが、私は無関係です。なぜ犯人がゼロと名乗っているのかもわかりません。だったらアカネ、なんで D コムの実験に参加したのか言ってみろよ！純平くん。同じ名前の奴が同じようなゲームを仕掛けてきた！関係ないって言葉を信じる方が無理だろ！押さないか、純平。話を聞く限り、茜は被害者の方で。未来を変えるため、です。え？フリーザソウルは今、とある恐ろしいことを実行しようとしています。それを止めるために、私は D コムの実験に。じゃあ、お前はこのゲームが行われることも？知りません！具体的に何が起こるかは分からなかったんです！だが、お前は未来を変えるためだって！それは、遥か先の未来のことです！そうか。お前、携帯系セーバーにアクセスして。ちょっと待ってくれ。お前ら、一体何を？なんでこんな時に。君たち3チームはそれぞれ別々のチームに票を投じた。よって他のチームも処刑されてはいない。現在の死亡者数はゼロだ。これは私にとっても君たちにとってもあまり望ましい事態とは言えない。どうやら君たちはまだSo much.
してしまう強力な算だ。それを浴びればどうなるか説明するまでもないだろう。壁のボタンは自由へのボタンだ。それを押すことで君たちは他のチームを殺害し、脱出に必要な X パスを手に入れることができる。最後に一つ言っておこう。このゲームは早い者勝ちだ。いずれかのチームがボタンを押したら、その後別のチームがボタンを押してもシャワーは作動しない。制限時間は3分。さあどうする？ボタンを押すか押さないか、全ては君たちの決断次第だ。そんなの決まってるだろ！純平くん！待て、早まるな！そこをどけ、茜。早くしないと別のチームがボタンを押しちまう。何言ってるんですか、純平くん！ここから脱出するために他のみんなを犠牲にするつもりですか？生き残るためだ。他のチームに殺されないようにするには先に殺すしかねえだろ。純平くん、あなた本当にこの1年で。純平！てめえ、死にたいのか！妹に一生会えなくなってもいいのかよ！俺はごめんだ！俺は今日ここで死ぬために来たんじゃねえ！180秒だったな。まったくだ。全身が汗で溶けそうだぜ。まるで復讐を浴びたみたいに。君たちの中に勘違いしている者がいるかもしれないから言っておこう。私はボタンを押した直後にシャワーが作動するとは一言も言っていない。つまりいずれかのチームがボタンを押したかどうかはまだわからないということだ。なんだって？そんな、だったらいつ？次の就寝まであと1分もない。ってことは気づいた時には溶けて死んでるかもしれないっていうのか。